チャオ、あっちゃんです。今日6月の28日の晩ご飯の後のデザート、冷凍コーヒープリンです。はい、ね、出したてカリカリ、はい、溶けるまで待てません。うわー硬い。うん、硬いよ。硬くてね、食べられへん。おいしい。手がすごい冷たい。よいしょ。今日はトイレ行ったんだ。出てきてプリン食べよう。置いた。チンしたホットクジャガイモを使った同様のレシピ、それはポテトサラダ。鉛筆俺取ったわ。すでに電子レンジでホットクになったジャガイモをマッシュするだけ。これなら調理時間も短縮できて嬉しいですね。冷たい、おいしい。4個98円のプリン、1個25円の幸せです、ね。でね、食後にデザートパフェ食べるのと同じ、それ以上に幸せやね。まあ以上ってことないけど、ね、晩ご飯だと何か甘いデザート食べられる、うん、がすごい幸せ、うん。前ね、目が痛かった時とかはやっぱりね、デザートまでいかんかった。やっぱり、デザート食べたいって気持ちもないのね、やっぱりね、食べられるし体調もあるし ね、お財布の加減もあるけど、ほんと幸せ。何、ね、今日テレビやってたの、メロンの、なんだバームクーヘン、メロンのピューレ使ってバームクーヘンの皮焼くね。で中の穴のとこにメロンのあん入れて、メロンのねチョコなんかかけて、メロン尽くしなバームクーヘンやった。1個6300円かな、ね、美味しいけど、それあれをね食後のデザートに食べられたらすごい幸せだけど、25円の冷凍プリンで十分幸せです。多分ね、
6300円のメロンのバームクーヘン食べられる幸せと同じぐらいの幸せか、もしかしたらあれが毎晩食べられるぐらいの裕福さになった時に多分の幸せよりこっちの幸せは幸せかも分かんない。今こうやって、ね、細々と食べてる時に食べられるデザートだからあっちゃんの思い出ご飯はね納豆ご飯が納豆ご飯で食べられる幸せっていうの、うん、確かに一番苦しかったけどさ、俺は食べられることによって毎日生きられたっていう幸せ、うん、未だに忘れられへんもん。だからよお話に出てくるんだけどねということで冷凍プリンいただきました、うん、すごい幸せです。はい、ごちそうさま、うん、な感じでね、あっちゃん今日はちょっと具合も良くなってきたし、デザートも食べて動画撮ってちょっとカメラが高いずっとカメラが高い状態で、うん、で昨日具合悪かったからお風呂入ってへんから、お風呂今日も入りたいなと思ってるけどねちょっとお風呂入ったらね目かいなんのよ、うん、だからあんまりね温めると良くないのかなと思った、ね、でも入りたいしね、お風呂なんか今日はお風呂入ろうと思う。まだ8時前だからね。はい、ということで今日のあっちゃんの、なんだ晩の晩ご飯の後のデザート冷凍プリン、この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。